数年前、義実家にいきなり夫婦で呼びつけられ、何かと思ったら、義弟が病気だと分かったと、重病なのかと思いきや、そうじゃなく、夜の生活依存症と診断された。全く知らなかったが、何度か逮捕歴があり、心療内科にかかったら、夜の生活依存症、と診断されたと、依存症の治療は、まずは、依存対象から遠ざかること。だから、義弟は女性に近寄れなくなった。私さんにも理解してほしい。そう言われても、と思って、呆然としてたら、次の治療のステップは、被害者に謝ること。これを見て、と目の前に、義弟のスマホを出された。私を盗撮した画像だった。大したのはないけど、正座した尻とか、スカートを履いてる足とか、足の裏とか、キモを、と思いつつ無言でいたら、というか、何を言っていいかわからなかった。義弟が謝罪をして、義両親は、謝ったんだから、もういいよね、という態度。結局、夫が切れて、私を連れ帰ってくれた。その後も、許さないのは大人としてどうか、みたいな恫喝があったので、夫が引っ越しを強行し、今は 99% 没交渉。義弟の依存症が治ったのかどうかも不明。っていうか、夜の生活依存症と、ただの性犯罪者って、線引きはどこにあるの？謝ったからには許さなきゃいけないという理屈も、意味がわからない。